アフロケルトサウンドシステムはケルト音楽のメロディと西アフリカ音楽のリズムを現代的に融合した独自の音楽を創作しているイギリスを中心に活動する多国籍グループである。2003年のシードリリース時にはバンド名を一旦アフロケルツと改めたがその後は通りの良い元の名前に戻している。バンドはピーター・ガブリエルの リアルワールドスタジオで行われているリアルワールドレコーディングウィークの1995年真夏のセッションの中でイギリスのプロデューサー兼ギタリストのサイモン・エマーソンを中心として生まれたリアルワールドレコーディングウィークは期間中に世界中から集まったアーティストやエンジニアプロデューサーがコラボレーションを行うイベントである彼らのアルバムにはしばしば幅広い範囲の ゲストアーティストが招かれワールドミュージックのスーパーグループともみなされている。アルバムはリアルワールドレーベルからリリースされており、レーベル内でガブリエル自身を唯一超える最も売り上げの多いバンドとしても知られている。印象的なライブパフォーマンスは時にウォーマット、フェスティバルでのハイライトともなってきた。リアルワールドとの契約では5枚のアルバムをリリースすることになっており、2005年の ボリューム後アナトミックが最後のものとなる。その後、断続的なライブ活動などを行っていたが、2014年5月には、ウェブサイトを刷新し、新アルバムの制作を発表した。しかし翌年バンドは、エマーソン、クヤテ、カルシラからなるグループと、マクネリーとラッセルラからなるグループとに分裂し、バンド名の利用権をめぐって、法的紛争となった。 2016年12月に両グループは和解し、アフロケルトサウンドシステムの名前はエマーソンらに引き継がれることとなった。再始動アルバムのエマーソンらによるバージョンザソースを含む分裂以降の作品はエマーソンのレーベル ECC レコーズよりリリースされている。1990年代中盤にアフロケルトサウンドシステムが活動を開始した頃にはバンドのメンバーと ゲストとの違いは実質的に存在していなかった。その後、多くの場合には以下のメンバーがアフロケルトサウンドシステムの名前で活動している。なお、ボリューム5、アナトミックではこのうち、エマーソン、マクナリー、オー・リオナード、ラッセルがレギュラーメンバーとしてリストされている。他にも、アルバムごとに以下のようなミュージシャンが共演している。ありがとうございます。